皆さんどうもピーマンです。今回黒田博樹の男気物語実況19回目になりますよ。今回のこの実況から男気物語後半戦が始まりますよ。今回は後半戦初戦7月24日巨人戦をプレイしていくぜベイベー。実はねここまで男気物語は巨人戦は一度もなかったんだよね。今回初対戦になるわけですが、まあ、関係ない。完璧にね抑えます。よろしくお願いいたします。これ前半戦を終えて黒田の成績は現在こんな感じ。圧倒的な成績を残してるね。そしてチームの順位もリーグ1位マジック44が点灯しており、2位のヤクルトとは12ゲーム差とも今季はリーグ優勝を確信してる黒田博樹男気ですよ。お願いしますよ。じゃあまずは巨人戦までちょっと一気に見ていこうかな。後半戦も頑張るで。ここからリーグ優勝できないというのはもうありえないことだからね。切れますよできなかったらね。さてまずは中日3連戦黒田はこちら登板予定はないね。いい子大野と栗の投げ合いだ。大野ものすごくいいピッチャーだよね。中日に負けるなよ頼むよ。後半戦初戦はどうだ。1戦目勝つことはできたかな。おー4対1勝てたね。素晴らしい。丸が16号。はあ、素晴らしき丸。ルナも8号を打ってるね。いや、準備万端ですよ。いつでも来てくださいよ。いつでも行っていいね。結果論さん、お願いしますよ。勝てた、勝てた。余裕ね。えれらー。言いやすい。おう、なんか来たよ。お兄ちゃん、こんにちはです。はい、今日はこれあげるです。お兄ちゃん言うほどの年でもねえんだけどな、黒田。40歳超えてるぜ。いや、これ犯罪だろ。これ他の人見られたら犯罪行為になるだろう。舞ちゃんありがとう。いやもう、もらっとこうよ。ありがとうね、舞ちゃん。いつもくれる。この子何なんだろうね。誰の子供だよ。怖えんだけど。さて、中日2戦目。今日は大瀬良と浜田の投げ合い。大瀬良なかなかね、結果今季残せてないからね。かわいそうなくらいね。頼むよ、2014年の新人王くん。新人王を取ったならば頑張れ。どうだ？おー、今日は圧勝だな。12勝、12対1か。大瀬良ナイスピッチングに加わり、これめちゃくちゃ打っとる。エルドレッドが2本のホームラン打っとるね。恐ろしいわ。これね、黒田の時これだけの援護くれたら嬉しいんですけどね。まあ、援護ある方ですけどね、黒田も。いやいやいや、12対1で、中日ファンはトラウマになってるでしょ、これ。足震えとんちゃうかな、広島と対決するときね。まだ1戦残ってますからね、あと1戦。今日はジョンソンと吉見。確かね、ジョンソンがここまであまりよろしくなかったんだよね、成績的に。プロスピのジョンソンはあまり活躍しないね、能力的に。さて、どうなる ?3 戦目。勢いをつけていこう。どうだ？あー、6対5、今日破れたな、ジョンソン何しとんねん。誰が負けてほしい？中崎か。太っちょの長崎だね。プロ野球選手とは思えない体型してるよね。ジョンソンは6回3分の1を投げて4失点。まあ、QS は達成してるけどね。そして、中崎、0回3分の0。うわ、1回も投げれてないのか。1つのアウトも取れなかったってことね。で、失点2か。帰れ、中崎。もう、広島ファンにやじられまくっとるわ。ねえ、野球選手とは思えない体型してさ。その辺にいるおデブちゃんじゃないか。そんな体型してるから負けるんだよと一つツッコミを入れたいとこだね。さて、残念ながらね、これ3連戦を3立てすることはできませんでしたが、2勝しましたからいいでしょう。さて、次は男気の出番でございますよ、皆さん。先ほども紹介した通り、巨人戦は初登板になりますからね。うわぁ、沢村筋肉バカとの投げ合いか。いやでも沢村勝てるね。先発の沢村俺は正直怖さはないからね。抑えはちょっとすごいけどね。じゃあ巨人打線の成績、沢村の成績だけチラリと確認していこう。沢村の成績はどんな感じ？先発で使われてるんだね。規定投球回には乗ってないね。あ、乗ってないんだ。はあ、ははあ、で、これか。防御率は 2.73。あ、いいじゃない。59回3分の1を投げて4勝3敗。あ、このプロスピでも守護神として使われてたんだけど、途中から先発になったって感じかな。そんな感じっぽいね。で、打撃の方は、巨人打線。おーおー、坂本3割、長野3割、村田2割。あれ、いやいや、全体的にバランスがいいよね。打率だけ見たら、本塁打とかどうなんだ？本塁打。うわ、坂本14本。おいおい、打率3割でホームラン2桁って全盛期か。おいおいおい、坂本くん何全盛期に戻っちゃってんの？ OPS で見ていくと、坂本は9割あるね、約ね。わあ、全体的にちょっとバランスいい感じ。井端以外はみんな OPS が7割乗ってるよね。
怖いな、この打線を抑えるのがいいでしょう。巨人打線を完璧に抑えていきますよ。任してください、尾形監督。今シーズンうちはここまで直接対決で10勝4敗勝ち越しすぎでしょう。巨人ファンはさぞトラウマになってるんじゃないでしょうか。じゃあ行こう、巨人戦だ。ドキドキワクワクしてますよ。おう、選手同士打ち合わせ。いやな、エルちゃんに行こうよ。エルドレッドね。爆発してくれよ。はい、黒田さん。今日はミーがしっかり決めてみせます。黒田さんは相手ですね。シャットアウトね。どちらが活躍するか勝負ですよ。いや、もう日本人だろ。ねえ、おかしいよ。調子は、打線の調子は、坂本が調子いいのか。ここが辛いとこだな。ただでさえここまで3割2桁本塁打打って OPS も9割近くある坂本が、今日は絶好調というね、一つ、壁になりそうだね、坂本。まあ、キャリアハイではホームラン31本打ってますからね、飛ぶボールの時で、だったと思いますけど、それでも31本、やはり長打力がある、打てるキャッチショートなんでね、怖さはあるよ。しかしね、俺はイケメンというのが大嫌いなんですよ。抑えますよ。男気黒田がね。わあ、今日はちょっと雨が降ってるな。これ、雨天中止というのもあるかもしれないね。プロスピ、そういうとこもちゃんと作ってるんでね。これ以上雨が厳しくなれば、雨天中止で、はい、ゲームセットみたいなのあるかもね。まあいいや。行こう。援護あるか？あ、まずこちらが抑えていくのね。よし、1回の表、巨人打線をね、抑えていきましょう。男気黒田、ここまでリーグトップの勝利数、防御率、そして奪三振と、現在ね、ものすごくタイトルを取っているんだ。この調子で後半戦も頑張っていきたいね。さて、先頭バッター、松本、リードオフマンか、いいでしょう。松本は守備はいいが、打撃はあまりよろしくないよね。特に長打力が全くないバッターなので、まあ、そういうとこがないっていうのは非常にやってて、抑えやすいバッターだよね。ただ一番心配なのは塁に出るとちょっとめんどくさいっていうのがあるんでね。できれば三振取りたいところ。あらら、ストライクが入らんぞ。どこ投げる？ほい。イエース、ごちゃん、今ボールか。危ないな。振ってきてくれてありがとうだよ。じゃあ最後はツーシーム、外に逃げる。ツーシーム、わーお、決まらん。フルカウントです。まあいいや。どれ投げようかな。スプリットでいいか。男気スプリットを見せてあげようよ。ほい。わー、やらかした。もう先頭バッターからフォアボール。ノー、泣きたい。さて、亀井だ。亀井、ここまでまああまりよろしくない成績だよね。ほい、盗塁できたよ。石原頼むよ。アイアウト。セーフ、セーフ、セーフなの？そうなの？そうなんですか？オーマイガー、松本に盗塁で、これで2、ノーアウトランナー2塁か。もうここは男気スプリットだ。ほい。フランナーならフロントドアだ。ほい。あー、どうだこの打球は。田中取って、サード投げて、ナイス、ナイス判断、素晴らしいね。僕は本来のファースト投げるとこだけどね、これでセーフになってたらもう男気は切れますけどね。あの、田中に向かってフロントドア投げますよ。帰れという意味を込めてね。しかしここはあっさり打たれた。田中ありがとう、ショートの田中ね。いや、これ三塁にランナーいたら今の1点入ってますからね。長野あっさり打たれたね。外にから入ってくるツーシーム。で、阿部だ。ここまで19本のホームランを打っている。長打力があるキャッチャーではない。もうファーストか。プロスピでもファースト起用だよね。まあ、今季はもともとファースト起用でやっていくつもりだったんだけど、いろいろとね、故障者続出で、今はもうファースト戻ってるよね、阿部も。ただ一時期はキャッチャー守ってましたけどね。よし、はい、どうだ、ツーシーム。いや、もうここは男気スプリットでいきますよ。イエーイ、グッバイ、いただきました。これを今日はなかなか振ってこないのかなと思ったら阿部が振ってきてくれたね。さて、坂本ですよ皆さん。元坂やばいな。もう正直今日の坂本が限ったフォアボールでも俺はいいと思うけどね。ただ1回から満塁っていうのもなんか気分悪いしな。この打球は結構飛んだな。そんな打球、普通のちょっとしたフライかなと思ったんだけど、意外にも飛んでたね。最後これスライダーかな。内角からのスライダー、ストライク、ボールからストライクになるスライダーだね。まあ、一回ピンチこそは招きましたが、ゼロで抑えた。さて、援護あるか。丸いけ。ダメ、一回援護なし。いや、筋肉バカから沢村から打つというのはなかなか難しいかな。成績自体も素晴らしいからね。さて、アンダーソン、アンちゃん、来たアンちゃん。俺好きな選手なんだ。外国製選手はなんか味があっていいよね。アンダーソンは特にだよね。ほんと大好き。ぜひ使ってほしいんだけどね。今季はちょっとあまり打ててない感じがするね、アンダーソン。もう勝負どころで打ってるイメージがあるよね、アンダーソン。だから好きなんだよ。やっぱ男はね、チャンス得点圏に強くないと
まあ俺は弱いんですけどね、俺びっくりするくらい打てないから、そこのところはびっくりしてるね。自分と正反対だから好きなのかもしれないね。しかしこれはノースリー、ノースリーじゃねえ、フルカウントか。あかんねえ。ほい。流した打球はアップないファールか。どうしようかな、下手に甘いコース投げて長打打たれるのは勘弁だしな。内角行こうか。ほい、カブ流した打球はフェアか。ツーベースはないよな。ツーベースあるか。いや、シングルか。はあ、どこ投げてもね打たれる気がして、結局ね今日初めてのカブ投げて打たれるっていうね。もうあ、よかった、7番村田じゃないか。ゲッツロボ村田ですよ。もう怖さはないからね、巨人ファンとしてはもう村田なんて全然怖さがないですから。もうチャンスで併殺、チャンスじゃない場面も併殺打っとるイメージだからね。はい、ありがとう、これが村田、皆さんも拍手して、これぞ男村田、ありがとうね、グッバイ、ありがとうありがとう。村田は本当にもう優しいやつですよね。今のも男気を使ってくれましたから、本当に一人の人間として尊敬できますよ。あっさりとこうやってねゲッツーを打ってくれる、ダブルプレーを打ってくれるというのは本当に感謝ですね。皆さんも村田のこと好きになってください。本当敵からしたらこんなありがたい、ね、やつはいないですから。さて援護あるか、沢村からヒット打てないね。さて3回のマウンド、ここまで毎回ランナーを許してる気がするからね、とりあえずゼロで抑えていきたいよ。さて行こう。3回の表は先頭バッター沢村から、もうここはピッチャーですからね、3球勝負でいいでしょう。ちょっとこのここまでかなりのね球数を投げてますから、34球ね。あー、打ちカット、1イニング14、13、10くらい投げてるね。13、12くらいね。よし、ここは菊池取った、ありがとうね。いやいや、もうセカンド菊池の安定感やばいよ、ほんと。気がつけばいつもボールを取ってくれてるっていうね、好きになりそう。性的にね。性的に一人の男性として好きになりそうって感情が出てくるから、プロスピやってたらね。ほんとそれくらい菊池にはありがたいんですよ。さて、これから打者2巡目に入るね。松本戻ってきた。先ほどはいらぬフォアボールを与えたね。長打力はないですが、ここでの内野安打っていうのもあるからね。まあ、今日の打線考えればちょっと厳しいかな、ここまで。まあ2回ですけど、まだ沢村からヒット1本打ててないからね。よし、でどれ投げようか。またちょっと悪いカウントになったな。もうここがストレートでいいだろう。あ、流した打球は、あー取れないのか、ダメだ。松本にツーベースかな、これ。あ、シングルか、よかったよかった。うーん、シングルヒット、またもワンアウトランナー一塁だ。で亀井、盗塁来るよな、取る、来た、行こう石原、どうだ、はい、いただきました、ナイスアウト、アウト、アウト。いやね、二度も男気は盗塁許すわけないでしょ。舐めすぎだよ、それはもう。男気を舐めるからこういうことになるんだよ。見て、もうベンチ見なさいよ、原監督のあの顔を。すごい顔してるからね。原監督、時々すごい顔してるでしょ。あんな顔今ベンチでしてると思いますよ。うわー、今日ダメだ、三塁線ボロボロ抜けるの。今日何の日、三塁線の日かな、その日あったっけ。なんだろうな、イオンね、ジャスコの火曜市みたいな、そんな日なのかな。いやいやいや、なんだこの三塁線の抜け方、おかしいだろ。今日ヒットを打たれた中で全部ではないけどほとんどがあっち抜けてるよね。よし、ここは長野抑えた。あー、エルドレッド、ナイス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 。普通に抑えた打球かなと思ったけどね、あれ危なかったね。エルちゃん取ってくれなかったら抜けてたよ。イエス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 。ここも超の抑えた。ピンチを毎回招いているが、なんとか踏ん張ってるね。まあ大事なのは結果ですから。お、石原がこの試合初ヒット打ったね。初ヒット打ったが次の黒田打てず、バッティングの方はプレイしないのでね、投手のみ。さて、阿部だ、阿部。俺はね、もうプロスピパープロに対してのこの阿部にトラウマを持ってるんだよね。ことごとくホームランを打たれてる、この阿部に対しては。特にパープロではね。いつの時代もね、悲しい時も苦しい時も楽しい時もどんな感情が湧いてても打たれるからね。それぐらいちょっとトラウマ意識、苦手意識というのがあるんですが、男気はナイス、2打席連続三振。あそこのスプリットだね。阿部はもうあそこ投げときゃ抑えれる。あ、分かった、阿部の攻略法がね。ま、この試合もなんだかんだ5つと抑えてますからね。まあ、いつそれが崩壊するかというのが、まあ、一つ怖いところではあるんですけどね。なんとかギリギリのねとこで踏ん張ってます。
うわ、今ちょっと自信あったんだけどな、降ってくるかな。阿部だったら降ってきてたね。元坂くん今日怖いよ。よく見ています。いやね、よく見てますというか審判きっちりしすぎかな。もう100か0かという、そんな審判いないからね、野球にね。曖昧さ加減も欲しいな。しかしここは、バックドアというやつですかね。うまく三振を取りました。ストライクかボールになる。さてアンダーソン、先ほどヒットを許したよね、あの三塁線流した打球だ。今日はあそこにヒットがボロボロと抜けているからね。はい、引っ張り、あ、引っ張り警戒になってるから多分あれ抜けるんだな、左バッターに対して。サードがショート寄りになってるからね。本来の定位置ならば1個か2個は取れてもおかしくないからね。はい、でどれか、さっきカーブ投げて打たれたよな。またカウント悪くしたら投げる球なくなるからな。ここは、はい、スプリット、イエーイ、男気スプリットの前にアンちゃん何もできずですよ。これは決まったね、完璧だ。もうコース9位すべてね入ってますから、ギリギリでね。そしてあの9位ではもうどんなバッターも三振ですよ。援護はないのか、援護はないのか。イエーイ、来た、これぞ丸ですわ。俺の知ってる丸が今出てきてくれたね。ようやく顔のでかい丸がね。ありがとう、丸のソロホームランで先制ですよ。さて村田、先ほどは併殺だというね、本当ありがたいですよ。もう村田に対して俺はもう特に怖さはないからね。うん、まあここで打たれましたけども、さっきのプレゼントみたいな感じでお返しだね。さっきねくれましたから、こっちもお返ししていかなきゃならない。いいですよ、シングルヒット1本くらい。さて小林、何で来る。うーんと、バントではないか、普通に来るね。バント来るかなって思ったんだけどね。ちょっと先頭バッター村田にヒットは許したが、後続を抑えて、よし、ここ、はい、うわー、これ振るだろう。振らないやついないよね、共感できないわ。どんなやつでも振るだろう今の。ここでどうする、何投げようか。はい、イエス、ゴッツァンです。外から入ってくるツーシーム、ここは三振だ。いや俺は正直もうあのスプリットだっけ、あそこ決まった時点で勝負あったかなと思ったんだけどね。なかなか自分の決ま自信あるとこ振ってきてくれない。セカンド投げた、よし、ナイス、いいね。もうちょっとヒヤッとしたらアウトになるんじゃないかなってね。よし、セカンドアウトで、これで2アウト、送りバントは失敗だね。さて松本、長打はないと暴言を吐いてしまった松本ですが、今日は相性悪く1個のフォアボール、そして1本ヒット打たれてますからね。ここでは抑えるで、落としました、外れます。入ってないねえ、ガバガバやろお前、絶対入っとるわ。これはファール、外投げない方がいいな、外角ね。あれ流されてヒットっていうの多いもんな。ここは三振、ダメだね。今日はやっぱ外投げん方がいいわ。俺の中でなんかピンときた、投げたら流されるわ。さてどうだ、援護あるか。ロサリオツーベースで出塁で、ファーボール、おー、いいね、チャンス、イエース、石原よく打った、男気三振、ファーボール、満塁、菊池、ノー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 、打たない、菊池は帰れ、菊池、お前は誰だ、お前は菊池じゃない、菊池だ、帰れ菊池。いや打ってほしかったね、満塁で。ただ1点入りましたから、これで2点ですね。男気ここまで失点なしというピッチング、初の巨人戦でよく抑えられてるね。よし、6回も無失点でいこうよ。6回こそはランナー許したくないね。ここまで5回連続で許してるでしょ。よし、どうしよう、高め、釣り球振ってきてくれたら儲けも。あ、入っちゃったね。よしよし、田中ショート取った。ショート田中。ナイスナイスナイス。これでワンアウト。あ、中止か？どうだ？雨が強くなってきたということで、内野陣、外野陣、そしてどうだこれ？さっき言いましたよね。プロスピはこういうとこまできっちりと作られている。雨天中止というのもあるよ。審判団が判断しています。どうなる？いや、そう、中止なら中止でいいけどね。確かこれ、勝利投手つくでしょ。あ、つかん。ああ、中止じゃねえや。普通にやるわ。なんで止めたんだ？なぜこいつは止めた？バカか。男気の流れを止めんじゃねえよ。中止あるかなと思ったんですが、残念ながら引き続きやっていきますね。こういうとこまできっちり作ってるっていうのはいいよね。負け投手になってる時に、それやられたら嫌だけどね、中止で。やめろってなるんですけど。はい、バックドアあっさり決まった。今のはちょっとストライクからストライクだね。ボールからボールにはなってない。
まあそうですね、やはり長さて長野も抑えて阿部も抑えていこう。球数86球かどうだろう。完封あるかな。ここまでねシーズンの試合では2試合連続で完封と来てるんだよね。だからここでまた完封シルバー3試合連続ですよ。男気素晴らしき脱三振率。え違うな、関係ない。なんで脱三振出てきたんだ関係ねえおーどうだこの打球は。はい菊池引っ張りシフトの回もあってここはアウト。引っ張りシフトじゃなかったら今抜けてるからね余裕で。よし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 、7回行こうよ。6回はゼロだ。あ、ランナー許さなかったね。これ初めてだ。6回で初めてランナー許さず抑えれました。援護はない。しかし2点ありますから、この2点で踏ん張っていこうよ。怖いけどね。さて坂本だ。今日は2打数ノーヒットで完璧に抑えてるね。三振も1個あったかな。わーこの打球は全然大丈夫。赤松取ってワンアウト。びっくりした。初球打たれたからさギヤッとするよね。よし坂本を抑えてワンアウト。まずは先頭バッターを打ち取っています。アンダーソンだ。どん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 アンダーソン。イエーアンダーアンダーアンダーヘア。おいえ関係ねえ。なんでアンダーヘアだ。下の毛の話してどうする。関係ないね。ごめんねアンダーソン、君の名前で遊んじゃった。よしこのフロントドア、フロントドアがかなり有効だね。でどうする。あ高めのボールに対してあそこ弱いのか。ストレートちょっとこの辺投げようかな。三振取れそう。ほい流した打球はファール。やっぱ外いかん。カーブで行こうよ。さっきもこれカーブで三振取ったでしょ。あ違うっけ。違うね。それ誰だ。あ松本をカーブで三振取ったのか。アンダーソンはまだ1個も三振取ったかな。流した打球はまたもここだ。これもう引っ張りシフトしてるからしゃあないっちゃしゃあないけどね。今のなんて引っ張りシフトしてなければサード真正面の打球ですから明らかにね。別にギリギリとかそういう打球じゃないからね。いやここで村田ですからね。ワンアウトランナー一塁もうゲッツー予約しといてもらっても構いませんよ。芸術的なゲッツーを打つもしくは三振でしょう。よしよしワーッツ。どれ行こう。カーブでいいや。おい決まった。はいありがとうありがとうありがとう。村田反応できないね。よしここも抑えて2アウトで代打来たね。代打誰だ。高橋由伸ウルフじゃないか。これはねちょっと高橋に対してあまりいいイメージがないな。プロスピでもパワープロでも打たれたイメージがある。そして広角打法持ちですからね。やっぱ巨人ファンにとってこの方というのはね特別な選手ですよ。しかしここでは抑えるよ。男気が抑える。はいグッバイ。何もしてこなかったね。びっくりしたわ。何かして。巨人ファンとして今ちょっと心配になったわ何かしよう。何か行動をしてくれ。あこれ雨天中止だね。はい7回終えて雨天中止になりましたか。ここではいはいはい審判団は止めましたね。2回目2度目ですよ。内野陣外野陣、そしてバッターボックスのバッターも下げて今両軍ベンチに下がっていきます。多分コールがありますよ。もう終わりですね。これ終わり決定です。雨が強くなってきたということで1回試合を止めます。はい審判出てきたね。どうなん、はいは歩けやエルドレッドどうしたね。その不安そうな顔しなくてもいい。勝っとんねんこっちそれ敵チームの表情だぜ。村田あたりがしてそうな表情だね。はい試合止めましたね審判が。なんかエルドレッドドアップンするんだろう。男気をドアップンしろや。はい雨天中止により7回の裏を終えた、7回の裏時点で終わりましたね。これも十分勝利に入りますから男気これで13勝目。7回を無失点でございますよ。素晴らしいピッチングだったと今宵も思いますよ。まあ、ヒットこそはね何本か打たれましたけどその中できっちりと後続を抑えたことに意味があるんですよ。じゃあ今日の投球内容見ていこうかな。今日の投球内容ははい男気7回投げて打者26人に対して球数は108球。被安打が6で三振が9。あ9個も取れたんだ。それちょっとイメージが違うな。そんな取ってたっけ。でフォアボール1、で失点00で、今季13勝目を挙げることができました。防御率は 1.15 と素晴らしいね。圧倒的だよ本当に。あこれも完封勝利に入るの。そうなのかな。入るのかな7回無失点でも。そういうことなの。いいの。
まあよくわからんが、まあこれがまた完封勝利に入るんだったらね、記録的に数字的に入るんだったら、これで3戦連続完封勝利になりますね。はい、次は7月31日 DeNA 戦、横浜戦ですか。いいでしょう。連敗が止まった横浜打線ですよ。あ、現実世界でね、12連敗と来てましたが。お、陽大館がサイクルヒット、おめでとうよ。西武戦で達成したらしいね。サイクルヒットっていうのはシングル、ツーベース、スリーベース、そしてホームランというのをね、1試合で一度に打つことを言われてますね。なかなか珍しい記録でね、リーチをかけるっていうのはよく見るんですけど、あと1本ってとこで出ないよね。やっぱプレッシャーみたいなのがあるのかな。今回も無事勝利することができました。 OK、 じゃあ試合の方を見ていきましょうか。横浜戦まで一気に見ていきたいと思いますのでね。よし、巨人戦2戦目か。黒田1戦目に投げて勝利、連勝続くか。あー、6対4、今日は負けた。ダメ、勝てなかったね。いや、準備は万全ですよ、結果論さん。大丈夫、大丈夫。いつでもね、もう任せてくれても、俺はいいかなと思ってるけどね。男気はいいんですよ。2戦連続登板とかあってもいいと思うよ。男気ですから。さて、巨人戦はこれで最後。前剣と内海の投げ合いだね。さて、どっちが勝つ？エース対決だね。どうだ？うん。あー、4対3。あー、ギリギリ勝ったな。危ねえな。危ない、危ない。なんとか接戦という感じでね。逃げ切ったね。うん。さて、次の試合見ていこうかな。次からヤクルト3連戦になるね。おう、夏穂。あ、黒田さん、新しいスマホ買ったんですか。また一緒の写真撮らせてください。今度のカメラの機能はすごいんですよ。何がすごいの、教えてみろ。細かいことしちゃダメで、気にしちゃダメですよ、プロ野球選手。質問に対しての問いおかしくない？なんか教えてよ。なんか教えてよ。じゃあなんですごいって言ったんだよ。自分もよく分かってねえのか。意味わからねえ。もうなんだこの会話。意味ある？さて、ヤクルト戦見ていこう。今日は小川と大瀬良の投げ合いだね。現在ヤクルトはリーグ2位ですが、もう広島とのゲーム差は12ゲーム以上空いてるのでね、大丈夫でしょう。うわー、さよなら負けか。延長のせい、さよならだ。ヒースが打たれたよ。何しとんねん、ヒース。ヒースがさよなら打を許し、負けましたね。ありえないね。これ黒田の時にやったらもうたまったもんじゃないよ。やめてね。そういうのやめてね。男気泣くよ。男気泣きしますよ、皆さん。さて、今日はジョンソンとナルセだ。いや、ナルセなんてもうホームランバカバカ打ってますから。エルちゃん行こう。エルちゃん、頼むよ。ナルセを虐殺と行こう。どうだ？あ、打ててないね。バレンティン27号。残念、チームは9対4で負けたよ。打ってほしかったね、エルちゃん。エルちゃん、打つべきだよ。なぜ打たないんだ、教えてみろ。なぜだ？うん。お？メッセンジャーが完封勝利を挙げたらしいね。素晴らしい。今季のメッセンジャーはなかなか不調でしたけど、最近調子を取り戻してきたかな。さて、最後の試合見ていこうか。杉浦と栗の投げ合いだね。あー、どうなる？いけよ。ちょっと連敗かかってるからね。連敗と来てる。うわー、今日も負けて、このヤクルト戦3立てか。3連敗何しとんねん。いや、いや、お前ちょっともっと緊張感持てよ、結果論。ふざけんなよ。岡田監督の緊張感なさすぎるでしょ。どういうことよ。ねえ。あんましゃないね、みたいな。あんま仕方ないよね、みたいな。腹立つわー。一黒だとして腹立つわー。ねえ、緊張感持ってほしいね。さて、じゃあ今回はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況ではこの横浜戦、黒田と須田の投げ合いですね。もう正直もらって、もこの一戦もらいましたと、ガッツポーズしてますよ。次回の実況また見てね。じゃあグッバイ、また会おう。